えー、皆さん、こんばんは、えー。今日はですね、2018年の8月31日ですね、えー。8月の最終日ですね。金曜日です。えー、富田林の逃走犯ですね。この事件ですけども、えやらせ事件なんですけどもね、またストーリーがね、えー、追加ストーリーがアップされているようですね。 えー、これを見ていきたいと思います。これ日テレのニュースですね。まず動画見た方が早いですね。えー、動画を見ていただきましょう。昨夜、大阪市内で大阪府警が追跡していたバイクが転倒し、運転していた17歳の男子高校生が死亡しました。 大阪府警は、富田林署から逃走中の容疑者と見て追跡していたということです。昨日午後9時半ごろ、大阪市西区安治川の路上で、大阪府警のパトカーに追跡されていたバイクがカーブを曲がりきれず、バス停に突っ込み、転倒しました。運転していたのは17歳の男子高校生で、頭を強く打つなどして、搬送先の病院で死亡が確認されました。大阪府警によりますと、 トンナ署から逃走した飛田淳也容疑者に似た男がバイクに乗っていると通報があり、追跡したところ、バイクは一方通行を逆走したり、信号無視をしたりしながら逃走したということです。大阪府警によりますと、男子高校生は無免許で、バイクは盗難車だったということです。大阪府警は、追跡行為は適切だったが、亡くなられたことは大変残念ですとコメントしています。今ね、えー、現場の えー、現場検証ですかえー、これをね、えー、見ていただきましたけども、どうですかこれ。本当と思いますか昨日、これなんか吸った後がないですよね。どっちから来たのかわかりませんけども。午後9時半ごろ、ね、今、午後9時半ごろって言いましたよね。午後9時半です。昨日午後9時半ごろ、ね、これ日テレでは午後9時半って言ってますね。またね、この、 9×3 が出てきましたよね。えー、9時半っていうのは93ですから、えー。3区ですよね。えー、3区27、えー。足したら9にもなりますし、かけたら、えー、999ですよね、えー。3区ですよね。そして、えー、999っていうのはね、反対にすれば666。えー 獣の印になりますよね。大阪市西区安治川の路上で。なんか吸った跡がないですよね。向こう側から来たんでしょうか、これは。大阪府警の。ね、これがそのバイクらしいですけどもね。のパトカカーーに追跡されれていたバイクががブを曲がりきれずどうですか、この傷の具合は。ね。どうですか本物ですか、これは。バス停に突っ込み、転倒しました。 綺麗なもんですよね。だ。運転して、破損の仕方が足りないんじゃないですか。していたのは17歳の男子高校生で、頭を強く打つなどして、搬送先の病院で、もう少し遠くにヘルメット飛んでないといけないんじゃないですか。こんまあ、<laughs> 何とでも言いますけどね。うん。ヘルメットはちゃんと被ってたと。 えー、この丸のね、なんかチョークの書き方がなんか存在ですよね。死亡が確認されまました大阪府警によりますとんなんですかね、ここに3が見えますね。えー、ここにぶち当だったんでしょうかね、なんかこの辺を見てますよ。この辺飛んでいったんですかね。全然綺麗ですけどもね、えー。ここに3がマーキングされてますね。 え、なんでしょう。1、2、なぜかここで3ですね。えー、ここにうがありますね。うん、もしかしたら、あいうーのうでしょうかね。あいうーのうでしたら、1、2、3ですからね。この3と3で、えー、33になりますよね。そしてね、えー、こちらに4があります。 何でしょうねこれ B でしょうか ?BBB とかなんかね、6とかありますけども。えー、これも結構いい加減な置き方してると思います。この表示もね。標識というか表示ですよね。これね。よく現場検証なんかでね、こういうなんかパイロンみたいなのを置いてますけども。えん、ー、何でしょうさっき1、2とガードレールありましたよね。3までありました。 で、そして読んでこっちに、跳ね返ってきたんでしょうか服打などして、搬送先の病院で死亡が確認されました。大阪府警によりますと、ね、ここにガード、カーブ、カーブのところに1、2と来て、ここに3がありますから、それからまた道路に、跳ね返ったんでしょうかここは、うーとか、5ー、5かなこれわかんないけど、なんかありますけどもね、えー。 ガーノレールもこれ曲がってないですよね。なんか傷っぽいのもありませんね。この道路にもね、えー、滑った後のようなのはブレーキ痕とかそういうのはね、えー、見えないようですね。またね、メディアもそういうのをわざと取らないようですね。ブレーキ痕、えー、やらせ事件なんでね、多分ないとは思いますからね、えー。次の日行ってね、ぜひね、あの、誰か確認してくれればいいんですけどもね。 明日あたりにもね、この現場に行ってね、ブレーキ痕をね、えー、本当にあるのかどうかね、えー、<laughs> 検証してくれる方がね、いらっしゃったら、えー、いいんですけどもね。ね、すごいですよ、この表示が。ね。こんなに置く,置くんでしょうか もうめちゃくちゃ置いてますよ。100個、100個近く置いてるんじゃないですか、これ。あり、追跡したところ、バイクは一方通行を逆走したり、信号無視をしたりしながら、当然<え>、逆走したということです。写真撮ってますけども。どうですか、この、ね、このサイド。マフラー、マフラーはこっちあるかなないかな少し傷みたいなのが見えますかこれ。ねえ、バイク。もう少し。 メディアアップで撮った方がいいんじゃないですかここの部分しかね、傷を見せなかったですけど、サイドの部分とかね、えー、こういうところはね、見せないですね。このシート、うん、全然傷がないようですね。こっち側破損してますからね、えー、この際ね、あのシートの部分も、こう擦った跡がないといけないんじゃないでしょうか そしてね、ブレーキ痕も見えないようですね。えー、そして、えー、道路をね、吸、えー、った後、バイクがすった後ね、えー、滑っていったでしょうから、30メーターぐらい離れ、ね、えー、なんかこう、飛んでいったという話もありますからね。うん。えー、こういうのでわかりません。大阪府警によりますと、男んね、 こういうので、傷が見えます。高校生はは無免許で、バイクは盗難者だ怪しいですね。なんかね、傷の入り方がねああ。ミラーとか折れてないと。このね、ブレーキのレバーとか、ああ擦れてないですね。だということです。大阪府警は、追跡行為は ねこれ、どこ持って行ってるんでしょうかねあ現場からね、離れたところに持って行ってますけど、何なんでしょうもう終わったんでしょうかこれ。何ですかねこの警察の人ですかこれ、鑑識の人ですかこれ、警察の帽子被ってますけど。な,なんでか本田、ホンダ、ホンダですよねこれね。 えー、ホンダのロゴ、ロゴというか、マークが入ってますけども、ホンダと書いてありますけどもね。こういう人がいるんですかね。うん、このリアの部分もね、綺麗なもんですよね。えー、バンパー、ああ、バンパーというかね、この、えー、綺麗ですよ。なんか傷一つついてないような感じで。えー、このテールランプも綺麗ですね。壊れてません。ね。 30メーターぐらい離れてね、ね、えー、飛んでいったみたいな話ですけども。バイクは綺麗ですね。えー、こちらね、読売オンラインですね、えー。読売のニュースを見てみましょう。えー、パトに追跡され、バイクの高校生死亡。大阪とありますね。8月31日。 これを読んでみます、えー。30日午後9時25分頃。こちら25分になってますね、えー。大阪市西区の指導で大阪府警のパトカーに追跡されていたバイクがバス停の柱に衝突し運転していた大阪市この花区の男子高校生が頭などを強く打って死亡したと。えー、ここでね。 えー、この前もね、えー、前回の動画でもね、申し上げましたけどもね、えー、こういう風にね、あの、大阪市この花区、ね、これがキーワードになってます。ね、この事件のキーワード、えー、これをね、えーえー、調べれば、ね、このキーワードを調べればね、嘘か本当かっていうのはわかります。ね えー、この、死亡した男子高校生、ね。死亡したとされる男子高校生ですね。17歳。えー、多分やらせなんでね。えー、こういうのは架空の話なんで死んでないんですけども。そもそも存在しないんですけどもね。えー、この人が、えー、大阪市、この花区の男子高校生だったと。で、この、大阪市はね、この花区っていうのをね、 え、調べます。えー、この花区の男性、あ、男子高校生、17歳ですね。このこの花。ね、見てください。えー、数比でね、調べると一発でわかります。この花区のこの花っていうのはね、えー、3数比になります。これはカルディアンですね。えー、3数比ですね。えー、これはね、えー 毎日かなんかのね、えー、記事の写真ですけど。見てください、これ。現場付近の、ねこの、えー、チョークの、えー、入れ方、えー、もう相当適当ですよね、これね。何ですか、この <laughs>、消した後とか。こういうのやりますかねこういう書き方しますか何もないじゃないですか、そして。ね まあこういうふうにね、えー、数比を調べれば、一発で、えー、事件というのはね、やらせかどうかというのがわかります。えー、まず、あ、ね、この富田林氏。 っていうのはね、44数比でした。カンディアンでね。それからこの飛田淳也容疑者がね、えー、住んでいた実家ですか容疑者の実家。これ松原市ね。松原市っていうのも33になりましたね。カンディアンですね。これはね。33数比です。ね。松原市ね、よく出てきてます。今回の事件で。 それからね、今回よーくこの出てきている、えー、地名で出てきている、はびきのシですよね。このハビキノシっていうのはね、これも三十三数詩になります。これカルディアンですね。三十三数詩になります。ハビキノシですね。えー、こういうふうにね、えー、地名にね、えー、今回よく三十三を絡めているようです。ね。えー こういうのね、考えて作ってます、ストーリーをね、わざわざ。えー、この、確か、ひったくるところかな。ひたくる、えー、なんかその付近で撮られた、えー、監視カメラの映像は、ハビキノシでしたかね。こういうふうにね、33をマーキングしてます。 えー、先ほどのね、読売の記事なんですけども、えー、毎日もそうですけど、ね、こういうふうに30日でしょ ?30 日に、ここ、ひだ純也の30歳で、ね、ね。えー、こういうのもね、散々を揃えてますね。なんか30日にね、やろうと思ってるわけですよね。さ散々を揃えるために、こういうね、えー、どうでもいい時期をね、えーえー、追加ストーリーとしてね、開けてます。 以上でね、えー、ゴミニュースの解説を終わります。